こんにちは、トカシ TV の動画を見ていただきましてありがとうございます。2021年11月6日土曜日です。今日は千葉ロッテマリーンズの本拠地 ZOZO マリンスタジアムに来ました。今日はですね、2021年のクライマックスシリーズファーストステージ第1戦があります。楽天戦です。これなんとか2勝勝ってですね、次のステージ行ってもらいたいんで、今日は頑張って応援したいと思います。混んでおります。人もいっぱいおりますし、キッチンカーが出ております。今年は10月25日からお酒の販売をですね、球場内でするようになったみたいなんで、今日もキッチンカーもいっぱい出ております。はい、中に入りました。やっぱりね、 CS ということで、ここ最近のデーゲームに比べるとだいぶ人がいるような感じがしますね。席に着きました。今日の席はこういった感じです。なかなか近くて見やすいですね。コロナの関係で球場内では売っていなかったお酒の販売も再開されたようです。試合前の選手がウォーミングアップをしております。この後の予定が書いております。この日の先発ピッチャー佐々木朗希投手の姿が外野グラウンドにありました。今日先発ピッチャーの佐々木朗希が検討し始めるみたいです。日本代表浅村スタメンです。渋谷内がスタメンです。4番で指名打者。ありがとうございます。
スタンドを白に染めるみたいなキャッチコピーがあったんですけど、間違えて黒いユニフォーム着てきてしまいました。すいません、白いユニフォーム着てくればよかった。カリンちゃんに着てるよ。おっしゃー、これはちょっと短いか。ここで突然球場グルメの動画になってしまい恐縮ですが、今回はカツカレーともつ煮込みです。奥様が泣くの、いい声出してるな。それは見た、マジンの風に流された。マニースタジアムの中には何箇所かもつ煮込みを売っているところがありますが、今回はバックネット裏の千葉つくたべキッチンのもつ煮込みです。カツカレーもいただきたいと思います。ファーストやるの嫌だったんじゃなかったそういえばさ、この趣味脱いだ、よし、いける。この趣味脱いだ、いけるな。カツもいただきましょう。美味しくてグッドポーズ。これにカレーも合わさって最高なわけでございます。またグッドポーズで、今回はノンアルコールで観戦しております。3回の裏ロッテの攻撃、ワンアウト満塁からレアード選手のこのヒット。なおもワンアウト1塁3塁、ロッテの5番安田選手。いつもの先輩もマリンスタジアムに来ておりまして、2人で感染マナーを守りながらなんとなく静かに飲んでいるような感じでした。あ、いますね。もう一回出るってもらえませんか。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。ライトスタンド後方へ日が沈もうとしてます。太陽が当たるとめちゃくちゃ暑いですが、この球場は太陽が沈むとめちゃくちゃ寒いんです。7回の表イーグルスの攻撃、2アウト満塁から4番島内選手です。Thank you.
マリーンズ逆転されてしまい、球場内が少し暗くなっているような感じでしたが、7回が終わり8回の攻撃の時です。エチェバリア選手の同点ソロホームランです。映像は後ほどスクリーンに出てきたのを映しております。井口監督ピッチャー交代、9回の表はロッテのクローザー増田投手が出てきます。負けがなくなったということもあってか、ものすごく盛り上がっております。ここで送りバントをしてワンアウト二塁にします。代打佐藤俊也選手です。Thank you.
ってもう分かってんだ。銀座で、銀座で飲みやる。マスター聞いてみて。マスター聞いてみて。4分しかないんですよ。お立ち台に伺いました。この大事な試合で伝えられると、そしてお立ち台、どんなチームでしょうか。もう、そばに合わせないぐらい、すごい嬉しいです。リングで抜きました。特に何も考えずにバッターボックスに向かったしっかりチャンスイングすることだけを心がけて打ちました。はい、試合が終了しました。なんとサヨナラ勝ちです。ロッテファンの方は喜んでおります。いやー、行ってきました。お疲れ様でした。よかった、本当勝ってよかったっていうのもあるんだけど、何しろとりあえず1勝目をね、最初にするの大事だと思うんで、とにかく安心しました。勝って安心しましたね。もうみんなそういう感じじゃないでしょうか。じゃあね、あと2戦のうちどっちか1戦勝ってですね、ファイナルステージのオリックス戦、大阪にですね行けるように頑張ってまいりたいです。明日はテレビでですが観戦します。頑張ってまいりたいです。ありがとうございました。本当今日はね、勝ってよかったっていうのと安心したという感じです。毎日の夢を見て応援しました。ありがとうございました。グッドボーイ。